皆さんこんにちは、高校野球 .com の田中です。今回は2020年のドラフト会議で読売ジャイアンツから1位指名を受けた大卒ルーキー平内龍太投手の高校時代について、恩師である大木監督に語っていただきました。1年目から活躍が期待される最速156キロ右腕の入学投手の印象や3年間での成長について語っていただきました。中学時代から高い実力があったという平内投手を見るべく、青木監督も当時は平内投手の投球を直接見に行ったとのことですが、実際に入学すると思うような練習ができずに苦しんでいたことを語ります。入学して間もなくベンチ入りという華々しい高校野球の始まりだった平内投手ですが、その裏側では怪我との戦いが隠されていました。中学校から結構長い間乗れてたんで、はい、試合見に行ったりとかグラウンドに行かせてもらったりとかしました。今の時からもうずっと故障でどっか痛いが多かったですね。まともに投げたのはね、3年の春ですよ。思うような日々が過ごせずとも、平内投手はひたむきに練習に取り組んでいたそうですが、一方で課題もありました。あいつも手動かないんですよ。トレーニングに関しては手動いてるやつがいいから耐えないというような、やっぱり自分がうまいこといかなかって故障とかでうまいこと思った通りのボール投げながら自分の思った通りのプレーができなかった時に、うちはそれ厳しいんで人に当たったりとかは絶対できないんですけど、やはり体の顔に出すということはかなり言われました。要するに何かというか、いらんダメだったらもういいよって言われるだけで、青木監督からの厳しい指導を受けながら怪我と向き合い、3年生の春から本格的に復活を果たすと県大会ベスト8進出。最後の夏は注目チームとして挑みましたが、ライバル明石商業の前に4対5で敗戦。その秋のドラフトでプロ志望届を提出しましたが、指名を受けることなく、平内投手は亜細亜大学への進学を決めます。あいつに関して、平内に関してはやっぱりプロとのご縁が当たったと思いますよ。だからご縁がなかったんじゃないかなって。皆さんいいものを持ってるとは分かってます。でだからといって今は取るのかなとか言って悩まれたんじゃないですか。だからご縁がなかったと思うんですけど、もうちょっと世話になってる東京のアジアの生田監督が、プロ一本ですとか言ってたんですけど、今まで何も世話になってるんですけど、ダメだとうちください、そんなんいいですかとかいう話はしとったんですけど、すぐにドラフト宛てがすぐ連絡くれまして、やっぱあそこの4年間もやっぱ小深田のところをね、アジア大学の力もやっぱ多いから。そんな生田監督の指導が平内投手のプロ入りには欠かせないポイントだったと青木監督は語っていました。また平内投手の大学での成長は驚きもありながら喜ばしい活躍だったようです。見せてですよ、最後までやっぱりこう治療のこともそうですし、目標も出してもらって、してくれたことが、あいつに関しては大きかったんじゃないかなと思います。4年の4月でもね、結局クリーニングしたしね、コロナでたまたま春がなかったから、大学でもやっぱ結構、生田監督には迷惑かけたんじゃないかな、そういう意味で。4年のその夏前に、それをなんか不安を覆すような、それぐらいの球を投げたんでね、平内こんなに笑ったのとかいう感じで、4人ほどアジアに今おるんで、電話で喋ったら、すごいっすよっていう、もうちょっと言いますね、えぐいっすで、僕はまた電話した、またどっか痛いんちゃうんかい、そんな会話です、あいつとは。さまざまな苦労を経て、平内投手は見事、昨年の秋のドラフトで、読売ジャイアンツから1位指名を受けてプロ野球選手になりました。この春からは上昇軍団の一員としてプロ生活のスタートを切ります。そんな教え子に向けて小深田選手と同様にこの言葉を送られていました。すごい夢を与える仕事をしていると思って、そこで1日も長くね、ずっと頑張ってくれたらね、嬉しいですね。青木監督、今回もお話を聞かせていただきありがとうございました。高校野球 .com ではプロ野球選手の高校時代について恩師が語ったシリーズを随時配信しております。
概要欄に URL を記載しているので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。